それに専門家だよ、はい、マヨッチが格のね水割りを作ってくれて、いやサイダーですよ、サイダー、あサイダー、うん、サイダー、ハイボールだね、ハイボール、はい、そして、はい、乾杯、こちらね、はい、美女が出られますね、はい、はい、エクさんと妻です、ウェルカムバックトゥジャパン、ジャパン、本人が乾杯するね。はい、皆さんこんにちは。フィリピン移住生活研究所のエゲクです。久しぶりに帰国しました。で、実はですね、私の家は、空き家だったので、今もう片付けでね、もう大変なんですよ。で、私はどうやって帰国したのか、これが今回の内容です。それを、時系列で皆さんに、お伝えしたいと思います。ぜひ最後までご視聴くださいませ。Thank you.
このパピーね、すごいですね。エスカレーターにね、カート乗っけたんですね。日本はね、こんなことができるんですね。ね、すごいね、パピー。はい、妻とね、インダイギッツが荷物をしてますね。はい。そして、パピーの車に入れさせてもらいます。高級車ですね。ハイラックスサーフですって。やっぱりね、ガソリン車はね、すごい音がしない、全然ね、すごいね、パピー、静かだよね。まあしないですね。ね、日本はね、今参議院選挙があるってパピーに聞きました。ここは横浜の住宅街の方ですね。今ある家へ向かってます。うちの嫁さんたちはね、一切黙ろうってことはないからね。もうね、ゴージャスなね、食べ物を用意してくれてます。もうね、もうなんだかよくわかんないけど、すごいです。これバンゴスじゃないよね。バンゴスじゃないです、うん、でこれスパゲッティでしょ、からの枝豆と、これはアドバン、アドボンアディダスだな。アディダス、うん、からのなんかおしゃれなサラダ。そしてこの家の主は、いやいやいや、はい、マヨンカツでーす。はい、マヨッキですね。川崎マヨとは関係ないんだよね。全然関係ないですね。全然関係ないんだよね。本当はさ、そしてこれはこちらがパパに買い物したの、作らない、マヨッチのおっさんですね。ナナさんですね。からの、はい、ね、これ今日ね、成田まで来てくれて送ってくれたパピーですね。でこれはね、車にパピーって言うんですね。からの、だいたいさ、俺の迎えに行くはずだったんですよね。妻ですね。だい、だい、はい、これでアディダス、だい、アディダス食べますか。からの、食べるよ、ガランコ、ガランコ、からので、こちらの女性は、はい、パピーの奥さんのインダイディズでね、YouTube のね、チャンネルもね、はい、やってるわけですって。朝はこんなおしゃれな朝食を作ってくれました。うん、すごい。あとサラダまでついてるんですね。なんかすごいです。そして昼は久しぶりの醤油ラーメン。そしてマヨッチは味噌ラーメンです、はい、ありがとう、ごめんね。はい、そして餃子も来ました。おいしそうです。あいお姉さんが持ってきてくれました。はい、そしてこのマヨッチがね、
うちまでね送ってくれる優しい男なんですね、このマヨッチがね。いかつい顔してますけどね。いかついは余分です。あ、そうか、余分だそうです。で今ね、セイヤの前を通ってますね、はい。